皆様こんにちは、ガリナシオンと申します。皆様は谷崎潤一郎をご存知でしょうか。近代日本文学を代表する文豪の一人であり、晩年まで旺盛に執筆活動を続け、ノーベル文学賞候補にも上がったことがある方です。その一方でマゾヒズムな作品を書いたり、妻を作家佐藤春夫さんに譲ったり、他にも数々のスキャンダルを起こした方でもあります。今回からそんな谷崎潤一郎をシリーズでご紹介したいと思います。どうぞ最後までご視聴くださいませ。谷崎潤一郎は1886年7月24日に四男三女の長男として東京都日本橋に生まれました。次男でしたが、長男がわずか3日で夭折したため、谷崎潤一郎を長男とし、潤一郎と名付けられました。谷崎の祖父は目端の利く商人で、娘の結婚相手に自身の店を継がせ、婿養子にしようと考えていました。そこで結婚したのが、酒問屋を営んでいた、後に谷崎の父となる蔵五郎さんです。蔵五郎さんは婿入りで、お店をもっと拡大しなければいけないという気持ちもあり、事業を成功させようと必死で働いていました。そんな谷崎の幼少期は、裕福で谷崎は甘やかされて育ちました。そのためか、小学校に入学した際、乳母がいなくなると泣き出してしまい、家に逃げ帰ったり、ついには学校を嫌がって欠席ばかりして、とうとう落第してしまいました。その翌年、本来なら2年生の谷崎は再び1年生からやり直します。そして谷崎は自身の振動ぶりを発揮します。2年生に進んだ時は学校嫌いも治り、首席になっていました。その後、谷崎は小学校高等科に進みます。高等科とは今でいう中学校に近い学校ですが、当時はまだ義務教育ではありませんでした。そして当時、多くの方がここで学業を終え、働きに出ていました。そんな高等科に進んだ谷崎は、同級生が始めた雑誌にいくつかの文章を載せるようになります。そして高等科を2番の成績で卒業します。しかしこの頃より谷崎家は貧しくなっていました。父、蔵五郎さんの手掛ける事業がことごとく失敗してしまっていたのです。後に谷崎が語ったところによると、谷崎の母、関さんはお嬢様育ちで家事をしたことがなく、お米の炊き方も知らなかったと言います。そして店を縮小させてしまったという負い目から、朝早く起きてお米を炊いたりするなどの家事をするのはもっぱら蔵五郎さんでした。時々谷崎が手伝うこともあったようです。そして関さんはこの当時の美人画像誌のモデルに選ばれるほどの大変美しい女性でした。こうした美しい女性に貸し付く男性という図と、日を追うごとに貧しくなっていく家庭環境は、後の谷崎に大きな影響を与えたと言われています。そして、蔵五郎さんは谷崎を商人にさせようとし、商人にそれ以上の学問は不要と考え、丁稚奉公に出そうとしていました。谷崎は、さらに上の学校、当時でいう中学校に通わせてほしいと必死に頼み、担任の先生も谷崎ほどの成績のいい生徒を奉公に出すのは惜しいとし、蔵五郎さんを説得しました。その結果、谷崎の叔父の援助を受け、谷崎はなんとか中学校に進学します。この中学校で谷崎は大貫翔泉さんらの友人と出会います。大貫翔泉さんは後に作家となる方です。ちなみに大貫翔泉さんの妹は同じく後に作家となる岡本かの子さんです。かの子さんの息子さんは後に芸術家となる岡本太郎さんですね。こうした方々と出会った谷崎は、中学校でも秀才で、谷崎の先輩にあたる方は、後に、僕は小学から大学を終えるまで幾多の秀才にもあったが、およそ中学時代の谷崎ほど華やかな秀才には未だかつてお目にかかったことがない、と語るほどでした。しかし、父、蔵五郎さんが手掛ける事業がさらに苦しくなり、谷崎家はますます貧しくなってしまい、谷崎は廃学の危機にあってしまいます。そこで谷崎は知人の紹介で住み込みの家庭教師を務めながら学校に通うようになります。しかしこの家では谷崎は召使いのように扱われ、谷崎は屈辱の日々を送ります。
それでも谷崎は成績優秀で、2年生の時に3年生へと飛び級し、それでも成績は首席を保つほどでした。そしてそのまま当時選ばれしエリートしか通えない高等学校へと入学しました。住み込みの家で家庭教師かつ召使いのように扱われ、屈辱の日々を過ごしていた谷崎ですが、谷崎はこの家で初めての恋をします。相手はその家で女中をしていた福さんという方でした。お二人は恋人同士となり、銀座の街を一緒に歩いたり、ラブレターを送り合って過ごしていました。しかしそんな使用人との恋は当時ご法度でした。ある日、福さんから谷崎に宛てた手紙を家の主人が発見してしまいます。そのまま谷崎は学校の寮に入れられ、福さんは箱根にあった実家に帰され、お二人は離れ離れになってしまいます。しかし引き下がれれば帰って燃え上がるのが恋です。東京と箱根という近さもあって、その後もお二人はたびたび出会い、交際を重ねていきました。ただしかし後々谷崎は別の女性に恋をしてしまい、結局お二人は別れることになってしまいます。これで順調にといかないのが谷崎潤一郎でもありますが、ちなみに谷崎はその恋をした女性に対して、僕はその人に欺かれてもよい、もてあそばれてもよい、殺されてもよい、ただ何らかの関係で密接していたい、その人の夫となれば甘んじてその人の犬、その人の馬、その人の豚となろう、と語っていたと言います。すでにこの頃からマゾヒズム的考えがあったように思われます。ちなみに福さんはそれから数年後に急性肺炎となり、わずか23歳という若さで亡くなってしまいます。そして高等学校を卒業した谷崎は東京帝国大学文科の国文科に入学します。そして以前から小説家を夢見ていた谷崎は大学の機関誌に誕生という戯曲を投稿しますが、あえなく没となってしまいます。この当時の文学は自然主義全盛の時代でした。自然主義とは人間の本質をリアリティを持ってかつ赤裸々に描いた文学のことです。谷崎はリアリティよりも美を追求した、言ってしまえばリアリティに欠けた作品が中心でした。つまり時代に合っていなかったのです。その後谷崎は時代に合わせ自然主義に傾倒した一日という短編を書きますが、これも没になってしまいます。そして谷崎は失意と将来に対する焦りから極度の神経衰弱にかかってしまいました。この神経衰弱を治すために茨城県にあった知人の別荘で療養することになります。そこで谷崎はある運命的な小説と出会います。それは作家永井荷風さんが書いたアメリカ物語という作品でした。この作品は短編小説集であり、当時のアメリカ社会の労働者や女性との恋など自然主義が唱えられていた当時としては多くの人が魅了された作品でもあります。そして谷崎もこの作品に非常に感銘を受け、谷崎は自身の作品に希望を持ちます。また時代が変わり、反自然主義という自然主義に反対する文学が増え始めた時期と重なり、谷崎は自身の作品に大いに自信を持つようになります。そして神経衰弱が落ち着いた谷崎は、大貫翔泉さんらと共に同人雑誌第二次新市長をはじめ、以前作り上げた戯曲誕生を発表し、その後1910年死生という作品を発表し、これを処女作としました。死生という作品は堀氏の主人公が理想の女性と出会い、背中に蜘蛛の入れ墨を入れ、女性を悪女魔性の女に変身させるという内容でした。この作品は友人に読ませたところ絶賛されたため、谷崎は自信を持って発表しましたが、発表当時谷崎が思うほどの反響は得られませんでした。そして谷崎家はますます貧困を極め、谷崎自身も大学が面白くないという理由でついに大学を退学してしまいます。しかしその後
とあるパーティーに呼ばれた谷崎は、ここで憧れの永井荷風さんに出会うことができ、姿勢の乗った雑誌を渡すことができたのです。そしてその後、少年や秘密といった作品を次々と発表します。少年は少年少女がサディストだったりマゾチックな遊びを無邪気にするお話で、秘密は主人公の男性が刺激を求めて女装をし、昔の女性と再び出会い、さらなる刺激を求めていくという内容でした。そしてこれらの作品を憧れであった永井荷風さんが絶賛し、谷崎は一気に文壇的地位を確立します。分断的地位を確立し、一気に多くの資金を手に入れた谷崎は、放浪や放蕩を繰り返し、家という家を持たず遊び暮らすようになります。実家はありましたが、貧しい家に戻るのも嫌だったらしく、夕方になると泊まる場所を考えて歩く日々を送っていました。そこで谷崎は、いとこのゆうじさんが経営していた旅館に泊まるようになります。ゆうじさんには、菅さんという奥様がいました。この年、年号が大正に変わった時でした。当時は姦通罪という罪がありました。既婚女性と関係すると、その女性と相手男性が共に逮捕されてしまうという法律です。そんなある日、谷崎が泊まりに来た時、ゆうじさんは留守で、菅さんだけがおりました。姦通罪という法律があったにもかかわらず、谷崎と菅さんは次第に親しみを増していきました。としましたところで、今回は以上となります。この動画をもし良いと思ってくださった方は、高評価やチャンネル登録などをしていただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までのご視聴ありがとうございました。